はい、ユッキーでーす。久々に、タバコ吸っていきましょう。こちら、今日吸うのはこちら、若葉です。はい。値段が確か360円。で、20本入りで、キングサイズ。違う、レギュラーサイズかな。タールが19ミリのニコチンが 1.4 ミリです。で、今日は初めて知ったんですけど、タバコってコンビニとかで売ってるでしょ？で、コンビニで、クレジットカードで払えるって知らなかったっす。うん。ポイントで払えないっていうのは分かってたんですけど、クレジットカードで払えば、だいたいほら、これが360円だから、まあ 1% ぐらいポイントつくっしょ。クレカで。だから 3.6 円ぐらい。ねえ、お得ですよね。知らなかったっす。ずっとね、ずっと知らなかったというよりは、コンビニってあんま買わなかったんだよね。うん。だいたいマイナーなタバコだったりとかさ、缶ピースとかさ、タバコ屋でしか売ってねえから、タバコ屋ってだいたいほぼ 100% クレカ対応してないから、知らなかったんだよね。今日初めて知りましたね。それでは吸っていきましょう。こちらです。久々だな。これピルクルです。あれなんかだいぶマシになった。あれしばらく吸ってなかったからがわかんないけど、若葉ってもっと草、畳みたいな、香り？いや、畳っつうか、畳ってほら、最初青いじゃないですか。買ったばかりの畳。で、こう、若葉の香りがこう、ぶわっと。あんな感じの、香りだったと思うんですけど、だいぶなんかマシになってる。あれ？あれ？これ、あれ？バカな。若葉がうまくなってるんだと。いや、うまくなってるんじゃない。逆になら特徴がなくなった。若葉といえばねえ、雑草みたいな香り。雑草を燃やした時の香りみたいな。あれが特徴的だったんだけど、まあでも旧産休品だから、たまたまこの一本がこれ、当たりというか、外れ意味、外れっていう意味っていうか、個人的にはですよ。若葉ってやっぱ、風味があるから若葉なんですよ。で、それもなくなったらほとんど個性なくなるんですからね。かなり風味がなんか、マイルドになりまくってる気がする。あれ？おかしい。こんなの若葉じゃない。バカな。
なんだろう、だいぶ、なんか変わったな。変わったな、我がは。若葉が1966年の8月に、販売開始と。全国販売されている旧三九品タバコの中では、唯一のロングサイズ。過去80ミリ、8センチですね。やっぱあれなんかな、若葉って臭いっていうなんかクレームみたいなのいっぱい来たんじゃないの、わかんないけど。なぜ若葉は安いのか。JT は国産タバコ農家を、国産タバコ農家の生産したタバコ葉を全量買取する義務が法律で決められています。あ、そうなんだ。ああ、いわゆるあれなんだ。ああ、そっかそっか。あ、なるほどね。いわゆるあれですよ。桃鉄でいう、農林物件的なね。国の宝だから、農家は国の宝だから、売れないみたいな。そんなような感じだよ、多分。はぁ、良質な部分は通常のタバコの生産に、茎や葉脈は、旧三九品にと分けられています。うん。あ、なるほどね。でももう、国内でタバコ生産してる農家なんているのか。一般農家ね。JT はいるんですよ、おそらく。間違いなく。JT が持ってる、JT の社員の農家は多分あると思うんですよ。だけど、でも昔俺の実家も昔は本当に、ガチの昔は、俺が生まれる前は、タバコ農家だったんですよ。タバコ販売、タバコ生産してたんですよ。うん。っての聞いたことあるけど、なんで辞めたかっつうと、もう俺が生まれる前にですよ。今が31年以上前に、もうすでにタバコは儲からないみたいな感じになったんです。だから、だからその当時時点にもすでにいわゆる反禁煙中がまあいてですね。まあ、そうなったから売れなくなって、まあ儲からないからやめようみたいな感じで普通の、ね、大根とかネギとかの、お米とかの農家になったんですよ。その部分を裁くために、定率の税で販売しているから安い。ただでさえばらつきやすい風味を安定させるために、通常品にはまず使わない部分で作る。安い代わりにばらつきは許してねという感じです。ということは、この一本がたまたま外れだったという可能性がある。いや、このワンパック自体がもう全部外れだった可能性あるな、これ。試しにもう一本吸ってみっか。試しにショットガンで吸ってみますか。両切りにして。マジで。両切りにして、ね、ショットガンで、シガレットホルダーです。吸ってみましょう。
辛っ、お辛っ、うーん。まあ、両切りにしたことによって、だいぶ辛さ増しましたけど。辛さ増したんだけど、まあ、若干、臭というか、風味が、若干まともになったんだけど、やっぱあれだな。全然なんか違うな。若葉の味について安い。その一言につきます。お金に困ってる友人がよく吸っていました。確かに安くて吸いごたえもあるんですが、なんというか辛いです。あ、辛いですかね、これ。今まで吸ったタバコの中でこれほど普通なタバコは見当たりません。タバコの中のタバコと言える最高級の普通なタバコだと思います。まず辛いというかきついです。味は当たり外れがあり、一口吸ってすぐにわかります。なるほど。結論、若葉はまずいってことなの？若葉は特に味付けされていないような味わいです。タバコ本来の味は楽しめますね。辛いのがタバコの味です。いい香りのするタバコはフレーバーを使って香り付けされてるんです。まあ、燃焼促進剤も入ってるだろうけどな。まあ、若葉にも多分燃焼促進剤は入ってると思いますけど。いわゆるセブンスターとか、まあ、マルボロとか、メビウスとかは、もう、香料が、使われてますからね。若葉はそれ使ってないのか、どうかちょっとわかんないですね。ググれば出るんですけど、まあ、JT のサイトに、あるんですよ。うん。どれをどう使って、どう使ったかみたいなのが、いろいろ細かに書かれてるのが JT のサイトであるんで、まあ、気になる方はね、ググってください。若葉は軽快な甘みが美味しいタバコで、香りに少し、青草のような香りが混ざります。多分この香りが若葉という名前の由来になってるんでしょう。タバコ本来の味を楽しめる、そんな人におすすめできるタバコだったんですね。だったんですねってもうなんか過去形になってるけど、お前売ってるからな。まあ、ツイッターでの、若葉の、ツイート。かつて吸ってたタバコは440円で売ってるのを見ても何とも思わなくなったけど、若葉が250円とか未だに、って思う。どういう意味なんだろう。投稿したのが2012年ですから、どういう意味なんだろうな、これな。
どっちとしても取れるよね。2012年当時多分250円だったんでしょ。おそらく、若葉が。でも若葉ってもともとは、だいぶ、値段、いや、どうなんだろう。ちょっと待って。ああ。ああ、そういうことだな。わかったわかった。普通のタバコはその2012年の時点で、まあ、マルボロとかっすよ。440円で売ってて。で、ああってなってるけど、若葉がなんで250円でも、190円も安い。どうなってるんだ。まあ、っていうことでしょうね、多分ね。値段的に考えれば、1.7倍ぐらい。1.8倍ぐらい。でも、ゴールデンバットだったら200円で売ってたからな。びっくりだよな。しかも、両切りでな。両切りで200円だもんな。タバコは若葉にしとけ。若葉安いし、吸い応えあるし、で、結構いいと思うんだけどな。問題は若葉になれると他のタバコが物足りないけど。そういえば初めてバイトしたのがコンビニだったかな。何店かは言わないけど、コンビニって意外と大変だった記憶が。ちょっと困っていたのはタバコの銘柄。私全くタバコ吸わないので名前がわかんなくて、最初に覚えたのが若葉でした。うん。タバコ買う人全員若葉だったらいいのにって願ってた。確かにね。タバコ吸っていいっすか？ウィス、どんぐらい吸うんすか？1日3箱くらいっすね。15年吸ってたらあそこの高そうな車買えるんじゃないっすか？若葉、吸ってるの若葉なんすよ。じゃあ15年じゃ買えねえわ。ウェーイ。1日3箱吸ってるで、相当ヘビースモーカーですね、この人。ガチのヘビースモーカーの、ね、お亡くなりになられた、笑福亭、なんとかって言ってた人。あの人、缶ピースを1日1缶吸ってたって言ったからな。50本だぞ。しかも、両切りであの、クソタール高いやつだぞ。缶ピース。今、値段が、1250円なんですけど。50本入りでね。それを1日に、ね。その一缶、1250円使ってたっていうのが、とんでもないよな。うわっ。うわ計算してみっか。缶ピースだから、まあ今1250円だけど、まあ大体1000円ぐらいでしょ。まあ当時1000円ぐらいだったと仮定して、1000円かける、365日で、で、1年あたり36万5千円です。36万5千円ですよ、1年あたり。で、10年、
と仮定すると、10年で365万円です。あの方は確か、多分50年ぐらい吸ってたんじゃない？あの人。5年、あ、50年。なんと1825万円です。まあ、これはだいぶあれですね。極論みたいなもんですけど。まあ、でも、うちのじいちゃんもな、セブンスターを毎日一箱吸ってたからな。それでだって、一箱を吸って50年、60年ぐらい吸ってたんですよ、あの人。いや、50年は吸ってたな、50年。で、吸ってて、俺が間違えて、タバコの、その吸い殻を食べたらしいですね。赤ちゃんの時。そんで、なんか、だいぶ批判されたみたいですね。タバコの、その吸い殻を、その子供がいる近くで、に置かないで、みたいな。ね。で、急いで、その、吐き出させたのか、多分吐き出させるの多分難しいですからね、さすがにね。まあ、子供何でもあれですから、口に入れますからね。それでタバコの吸い殻を食ったらしいですから。で、50年ぐらい吸って、で、50年だから、70歳ぐらい。70歳ぐらいになって、ようやく、タバコを、医者にね、あなたこのままタバコ吸ってたら死にますよって言われて、やめたんですけど、で、その時に、やめる時に、なかなかやっぱタバコってやめられないんですよ。あ、カレー。これ辛いわ。これ、この今のやつ辛い。ふぅ。で、その時やめるにあたって、何をしたかっていうと、喉飴。喉飴です。結局、タバコを吸ってる人は、こう、口が、なんか、手持ちぶたさんになるんですよね。うん。で、なんか、口になんか入れてないと、こう、落ち着かないみたいな感じになるんです。なんで、喉飴を毎日、めちゃくちゃ食ってましたね。舐めてましたね。まあ、それによって、だいぶ体重が増えて、増えましたが、確か88歳まで行きましたね。88歳で、去年か一昨年亡くなったんですけど、まあ普通はだいたい、そうね。女性の方が平均寿命が長いから、だいたい88ぐらいなんですよ。で、男の平均寿命多分80歳か78歳ぐらい。10歳ぐらい違うんですよ。寿命。2017年の日本人の平均寿命が、女性が87歳で、男性が81歳です。うん。
で、その88歳に亡くなったそのじいちゃんがね、よく言ってたんですよ。みんな周りの友達とかはもうみんな死んでった。ね。他の周りの友達どんどん死んでいくのに、俺だけ、なんか、ね。まあ、生きてるみたいな感じ言ってましたね。うん。もうみんな同僚が死んじゃって。まあ、なんで死んだかっつったら、まあ、まあ、タバコでしょうね。タバコの可能性結構高いですけどね、確かに。うん。でも50年とかタバコ吸ってて、肺がんとかにかかったこと多分ないですからね。うん。ちなみに俺が今何年吸ってるかっていうと、10年ぐらいですかね。だいたい10年。俺が確か21歳か2歳ぐらいの時に吸い始めたんで、そうですね。多分それぐらいです。10年か9年ぐらいですね。で、まあ、俺もタバコやめようと思ったんですよ。一度やめようと思って全部燃やしたんですけどね。燃やしたんだけど、なんだかんだ言ってまた戻ってきたみたいなね。まあ、だから、一つ言えることとしては、現代医学ではタバコ一本吸うと、なんか何秒を寿命が縮むって言われてて、多分あれ嘘だと思うんですよね。前ニュースにあったけど、ドクターペッパーを毎日なんか3本ぐらいだっけ？飲んでる100歳ぐらいの、おばあちゃんがいましたけどね。毎日欠かさずドクターペッパーを、毎日何本か飲んで。ね、100歳とか超えてる。ドクペおばあちゃん。106歳ですよ。106歳のおばあちゃんが不健康すぎる長生きの秘訣を暴露。1日3本ドクターペッパー。飲むなと忠告した医師はみんな死んだ。これ笑えるわ、マジで。アメリカの人ですね。106歳。ドクターペッパーは毎日欠かさず3本飲むことが彼女の健康法というのだ。これにはドクターストップがかかったそうだが、元祖テキサス娘のジャジャウマは聞く耳を持たない。4年前、彼女が103歳の時のインタビューはこうだ。今までに2人の医者がドクターペッパーを飲むのやめろ、死ぬな、死ぬからって言ったのよ。そしたら、彼らの方が先に行っちゃったわ。エリザベス・サリバンさん。彼女曰く、出産と扁桃腺摘出手術を除いて入院をしたことがないという。砂糖たっぷりのソフトドリンクを60年近く飲み続けている割には健康体なんだそう。しかも104歳まで車を運転、104歳まで車を運転していたから驚きだ。マジで？
60歳以上の、やつでも、ね、アクセル踏み間違えたっつって、ブレーキ踏み間違えてアクセル踏んで、で、ね、コンビニにドーンって、バックで、アクセルをブレーキだと勘違いして、アクセルをグワーって踏んで、バジャーンって言って、何人もいますけど。こういうのってやっぱ結局のところ、プラシーボ効果的なやつ。プラシーボ効果っていうより違うのよ。だからストレスフリーですよね。だから何かを飲むことによって、食べることによって、こうストレスが発散できるみたいな。これ飲んでて、いや、生きててよかったわ、みたいなやつを飲んでるから、ストレスがやっぱ、あれなんでしょうね。ストレスフリーな感じになるんでしょうね。今やドクターペッパーの広告塔に。はあ。現在未亡人の彼女は気ままな一人暮らしを楽しんでいる。二人の娘と6人の孫、13人のひ孫たちは皆エリザベスさんと同居を望んでいるそうだが、本人は、首を縦に振らない。1942年以来住んでいる、フォートワースの我が家が一番ということらしい。地元新聞社の取材中もよかったら飲んでって、冷蔵庫にドクターペッパーが冷えてるからと。茶目っ気を忘れないエリザベスさん。ドクターペッパーが誰にでも、百薬の長になるかは定かではないが、どうやら彼女にとっては、かかりつけ医はドクター、ペッパー医師。かかりつけ医はペッパー医師ね。なのは間違いなさそうだと。書いてありますね。いや、俺もドクターペッパー大好きなんですけど、最近、半年か1年ぐらい前に、カフェイン過敏症になってしまってですね、ドクターペッパーとかコカ・コーラのカフェインの量でも、ものすごい気分が、動悸が激しくなったりとか、気分が悪くなったり、吐き気を催したり、その他、もろもろですね、起こるようになってしまったんで、ちょっと今飲んでないですね。コーヒーは、好きだったんで、毎日飲んでたんですけど、そうっすね、それ以降は、カフェインレスの、カフェインレスコーヒーだったらなんとかなるんで、でもコカ・コーラだとコーヒーの大体10分の1の、カフェインの量らしいんですよ。コカ・コーラは。でもそれでもダメっていうことは、結局のところ、まあだから、コーヒーの10分の1のあれでもダメっていうことは、カフェインレスのコーヒーがだいたいカフェイン97%カットとか、俺が飲んでるのは99.7%カットのやつなんです。はい、ちょっと、電話が入ってきたんで、ね。ということで、そう。まあ、ドクターペッパーもそうなんですけど、タバコ。1本。寿命。で、ググります。さて。ね、タバコは、1本でどれぐらい寿命が短くなるのか、ことです。ですね。
これ重要ですよ。ちょっと待ってね。一応2014年の6月の6日の記事ですが、まあ大体5年前ぐらいの記事ですが、日本人の喫煙者は約2100万人で、成人男性の 32.4%、女性の 9.7% が、喫煙をしていると。1960年代には、男性が 80%、女性が 15% を超えていた頃に比べるとかなり低くなってきたが、それでも、喫煙率は2割を超えている。と、いろいろ書いてありますけど、20歳までに喫煙を開始した人の余命は、喫煙しない人に比べて、男性で8年、女性で10年寿命が縮まることが分かった。これをタバコ1本あたりに換算してみると、20歳前から1日に20本、50年間タバコを吸っていた人が、一生の間に吸うタバコの量は、合計36万5千本。10年寿命が縮まるとして、タバコ1本ではだいたい14.4分寿命が縮まることになると書いてあります。ちなみに20本入りのタバコ1箱では4.8時間の命を削っているということですよ。いいっすか？これ聞きましたね。さて、うちのじいちゃん88歳まで行きましたよ。だいたい、喫煙は50年。ね。50年ですよ。毎日20本捨てましたんで。毎日20本、365日。1年間で、7300本。これを50年でかけると36万5千本吸っている。で、それに、14.4分寿命が短くなったということは、14.4分。はい。525万6千分ですね。寿命が縮まってると。で、これを年数に換算すると、1日24時間だから、これどうすりゃいいんだ、これ。分でしょ。1日6、えー、6、60分、1時間60分で、それが、24だから、ちょっと待って。60かける、電卓。60かける、24時間。で、これで365日。1年あたり、5万2千、違う、52万5千6百、600分ですね。で、これで、52万5600となると、10年です。10年です。つまり、うちのじいちゃんは本来であれば、98歳まで生きてたということになりますね。なるほど。なるほどね。まあ、いいや。ということで、この若葉。個人的にちょっと、美味しくなくなってる、逆にね。風味が弱くなってるんで、ちょっとこれはなんか、微妙だな。
微妙さよ、三つ星。うん、ご視聴ありがとうございました。